皆さん、こんにちは。泣く子もたまる中華ケーキ高講師の滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。今回のこの動画は、ソロギターの作り方というか、ソロギターのヒントみたいなお話をさせていただこうかなと思います。というのも、先日、最近流行りのバックナンバーのまばたきという曲をアップロードさせていただきましたが、ソロギターでこうアレンジしてね、ソロギターでアップロードしてみました。でも僕はね、本当にね、いつも思うことがあるんですよ。とても思うことがある。なんかこう、流行りの曲とか、なんか話題の曲とかがこうバーンと出てくると、YouTube 上にね、歌ってみたとか、弾き語りしてみたっていう人はもうそのたくさん出てくるじゃないですか。こうブワーンつって、もうそういうチャンネルもすげえたくさんあるし。で、まあ、現にね、バックナンバー、まばたき、弾き語りとか、カバーとかで検索すればすげえワーッと出てくると思うんですけれども、僕がいつも思うのはね、なんでソロギターでカバーしてる人って少ないんだろうなって思うんですよ。本当もうどんなヒットソングにおいてもね、本当にもうね、一人二人ないしは本当もうゼロ人とか、そういったパターンもすごくありますし、なんでもっとソロギターでみんなアップロードしたいんだろうなってすごく思うんですよ。ソロギター勢、まあこの動画を見ていただいている皆様もソロギターをたしなむ方でソロギター勢だと思うんですけれども、ソロギターを弾く人はすげえたくさんいるけれども、なんでこんなに少ないんだろうかと思ってたんです。しかし、ちょっと先日あるコメントをいただいてパッとひらめきました。単純にソロギターの作り方がわかんないだけなんじゃないかなっていうことに行き着きまして、ちょっくらソロギター布教活動の一環としてこの動画を作ってみようかなと思った次第でございます。みんなでソロギターをわーっとアレンジして、わーっとソロギターをアップロードして、ソロギターを盛り上げていこうじゃないかっていう感じのソロギター布教活動の一環でございます。皆さんがもしソロギターをたしなむ方で、ちょっとアレンジとかに興味があれば、ぜひこの動画を参考にしていただいて、たくさんいろんなアレンジに挑戦して、アップロードしていって、ソロギターを盛り上げていきましょうという、そういう感じの動画でございます。よろしくお願いします。で、それにあたってね、僕がいつもどういうふうな手順でソロギターを組み立てているのか、どういう手順で考えていっているのか、そういったものをヒントとしてお話しさせていただきますので、ぜひ参考にしてみてくださいませ。曖昧までメモが必要になってくる場合もたくさんあるかと思いますので、概要欄の方からタブ譜をプリントアウトしておいてくださいませ。何も書いてないそのね、ソラフのプリント、ソラフのタブ譜なんですけれども、それをプリントアウトしていただいて、僕が話す言葉とかを、ちょこちょこメモしながらやっていただくと何かとスムーズかなと思います。もしプリンターをお持ちしたら、プリントアウトして活用してみてくださいませ。そんな感じでございます。で、モチーフは、先ほどお話をさせていただきました、バックナンバーのまばたきという曲を、モチーフにやっていこうかなと思います。その曲そもそも知らねえぜという方は、検索していただければ、バックナンバーさん公式の MV がアップロードされているので、ちょっとチェックしてみてくださいませ。そのまばたきという曲のサビの部分だけ、モチーフにしてやっていこうかなと思います。ちょっくら弾いてみるとこんな感じ。幸せとはなんですね。スタートするんですけども、こんな感じの曲です。もし曲知らないという方は、一回検索をしてみて、原曲の方を覚えてみてくださいませ。そんな感じです。それでは、前置きが長くなりましたが、レッツスタート。いくつかのステップに分けてみようかと思うんですが、とりあえずこの動画では、メロディーを探って、ベースをつけるところまでやっていこうかなと思います。メロディーを探ります。ソロギターというのはメロディーと伴奏を同時に演奏していくスタイルなんですけれども、まずこのメロディーの部分を探っていくわけですね。で、伴奏と一言で言っても、ベース音とかコード音とかオブリガードとか、まあ、いろんなパートがあるんですが、第一ステップとしてはまずメロディーを探る。で、第二ステップとしては伴奏の中のベースを探る。で、第三ステップとしてはメロディーとベースをくっつけるという練習をします。これが1本目の動画の中。で、その次のステップとしては、メロディーとベースがつけてられたならば、その間のコードの部分ですね。オブリガードとかそういった部分をつける。で、その次の最後のステップとしては、コードをリハーモナイズとかして、ギターに、適するというか、ギターに有利な運指にしたりとか、ギターに有利なコード進行に変換したりとかしていきます。ちょっとまあね、言葉で言うと、ね、ギターに有利なコード進行に変換するって、なんのこっちゃってなるかもしれませんが、蓋開けてみればね、別に、あ、そんなことかって感じなんで、その辺は肩肘張らずに楽しんでいただければという感じです。それでは、この動画の中で、メロディーを探る、そしてベースを探る、そしてメロディーとベースを合わせる、この3ステップまで行ってみましょう。はい。とりあえず、曲を聴きながら、もう耳コピで、ギターを探って
ギターでメロディを探っていきます。あの曲はもともと E フラットの曲なので、曲を流して耳コピーしていけば、このキーになるかと思います。でも、このキーだと、ちょっとね、開放弦が使えなくて、ギターに不利なので、カポ1にして弾いていくか、それとも、半音を下げて弾いていくかの2択に、なります。で、僕の場合はカポタストをつけるのがめんどくさかったので、そのまま1フレット下げて、キー D として弾いてしまっているんですけれども、キー D でメロディを拾っていくと、こんな感じのメロディになります。ちょっとやってみましょうか。最初、ラからスタートですね。ラララシソボン。で、その次、レからスタートです。サビが始まります。レミファレシレンレミファラファファミン。ちょっとついていけないぜという方はビデオを巻き戻しして何回も見てくださいませ。必要な方はメモを取りながら見てください。レミファレシレンシレファラファファミン。続きいきます。レレドレミドラソファミミレ。こんなん。で、その次、ちょっと音階が飛んで、シレファファミレミ、シレファラファファミ、レミファラシレン、ラララシソファン。こんな感じの音階になります。これを曲を聴きながら、とりあえずギターでなぞっていくわけですね。で、そのギターでなぞっていって、うまくできたならば、OK。覚えるでもいいですし、メモを取るでもいいですし、とりあえずこんな感じでギターでメロディーを探れるところが第一ステップという感じです。これはまあ割と簡単かと思います。で、その次、第二ステップ。ベースの音を割り出していきます。ベースの音を割り出していきます。ベースの音、どういうふうに割り出すかというと、まずですね、コード進行を調べる必要があります。コードを耳コピーするか、もしくは検索して、なんかこう、瞬きコードとかで検索すれば、そういうサイトがたくさん出てくるので、そういったサイトを参考にするかして、コードをまず探ります。幸せとは、最初、F シャープ7ですね。パラパパン、パパラパン、パラパン、パパンパン、A4G、パラパラパパパンパン。F シャープマイナーから、ちょっとプラスアルファがあるんですけども、プラスアルファがあって、B マイナーに行きます。で、その次、E マイナー、パラパンパン、パラパン、A。やばお。D。で、その次 D4C。サイトによってはちょっとコードの解釈が違うかもしれませんが、とりあえずまあこんな感じになるかと思います。これがこのコード進行です。で、このコード進行に合わせてベースの音を弾いていきます。ベースっていうのはその一番低い音ですね。ブン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 ってバンドのベーシストが弾いているような一番低い音のことです。ブン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 。ちょっくら、詳しい話は割愛しますが、F シャープの場合はファシャープを弾いていきます。もうこのアルファベットっていうのは基本的にそのドレミに対応しているので、C からド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シと対応しているわけなのです。なので、F シャープと言われたならば、ファシャープの音をベース音として弾いていきます。ファシャープの音。ソ。で、これはラ。ソ。ソ、あ、そう、こちら。ソ。で、ファ、シャープ。で、レと。こんな感じです。で、それぞれファシャープと言われても、どこに何の音があるかわかんないぜという方、このギターの指板上の音名をまだ覚えてない方は、今回はちょっとその辺を割愛します。ギタースケール表とか、ギター音名表とか、指板表とかで検索すれば、もうそういうサイトはたくさん出てきますし、もうインスタントすればね、もうすぐにわかることなので、ちょっとこの辺の解説は、割愛します。もう皆さんで調べたりとか、覚えたりとか、暗記したりとかしてみてくださいませ。で、ミ、ラ、レ、レ、ド。これがそのベース音です。順番にやってみましょう。幸せとはの時はファシャ。で、その次。パラパパン、パパラパン、パラン。で、その次。本来はソの音を弾くんですが、場合によってラの方が適する場合もあるので、この辺は両方試してみて、ちょうどいい方というか、かっこよく響く方、いい響きがする方をチョイスしていきます。とりあえずソでいきましょうか。ソ。で、その次もう一回ソ。で、その次ファシャープ。で、その次 B マイナーは、レではなく、なぜレと書いたんでしょう。全然レではございません。C です。で、その次 E マイナー、ミ。で、ラ。で、レーン。で、
この時また例とどっちかはわからないんですけれども、適する方を後でチョイスしていきます。これがベース音です。ステップ2、ベース音を探る。これで OK。 こんな感じでコード進行を探って、でそれぞれのアルファベットに対応する音を弾いていきます。でさっきも言いましたけれども、どこに何の音があるかわからない方、ファシャープと言われてもどこにファシャープってあるんだいっていう方結構いらっしゃるかと思うんですが、その件はね、音名表とかで、ギター音名表とか、そんな感じの検索で、検索していけば、そういうね、シートがたくさん出てくると思うので、ちょっとそれをダウンロードしたりとかして解決してください。今回の動画では、ちょっからその辺はすっ飛ばしていきます。で、その次、ソがあってって感じで、ベース音によって、この単音の弾く場所を変えていくと。こんな感じです。これがステップ2です。ではでは、ステップ1でメロディーを探りました。で、ステップ2でベースを探りました。これね、メロディーだけ探っていっても、ね、ソロギターにならないんですよ。なんでかっていうと、メロディー弾いているだけだから。メロディーを弾きながら伴奏を弾かなければいけないと。伴奏を弾かなければいけない。で、ステップ2ではベースの音を弾きましたけども、もちろんベースの音だけでも成り立たないわけなんです。単純にブンブン言ってるだけですからね。何の曲を弾いているかわからないと。なんで、次のステップ、3ステップで、ステップ3でメロディーとベースを合わせていく作業をします。ここがちょくらややこしい。頑張ってメモを取ったりとかして、頭の中を整理しながら進めていきましょう。慣れていくと別にメモを取らなくてもスラスラ合わせることができますが、慣れないうちはメモを取ってちゃんと整理をしながら進めていくことがとても大事です。それでは、Let's start! 最初は、幸せの後に、ファシャープの音を弾きます。で、ちょっと続き行ってみますね。メロディーの音がレミファーと行くときに、その音を弾きながら。で、で、その次はファシャープ。ファシャープ行きます。で、シに行きます。で、ミに行きます。こちら。ラに行きます。レに行きます。こんな感じ。ちょっとこうね、さらっとやってるからすごい簡単そうに見えるかもしれないんですけれども、実際やってみると、おーという感じで、結構頭の中がごちゃごちゃになると思います。でも本当ね、さっき言った通り、本当これめっちゃ慣れなんですよ。本当慣れです。最初はね、やっぱ書いていったりとかして、頭の中を整理しながらじゃないと絶対うまくいかないんで、なんかメモを取りながら、確認をしながらやってみてくださいませ。で、さっき、ベースの音。ここはラでもソでもどっちでもいいんですけれども、どっちかをチョイスしていい響きがする方を選んでいきますなんていう話をさせていただきました。とりあえず、現段階においては、パシャープ、ソ、ラっていった方が多分ね、うまくまとまると思います。ラに行くとすると、この後、ソから、こんな感じです。ソのままでいくとすると、こんな感じの響き。まあ、これはこれで悪くないですけども、現段階ではなんか何にした方がなんかまとまりがいい感じしますよね。ふむふむ。とりあえず、まあ、ステップ3の時点では何にした方がいいかもしれないけれども、もしかしたらこの後に考え方が変わってくるかもしれない。まあ、決定せずに、とりあえずこの辺はね、まあ、どっちかな、今のところ裏の方がいいかな、ぐらいで済ませておきましょう。こんな感じです。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。ステップ1でメロディーを探る。ステップ2でベースを探る。そして、ステップ3で1と2で探ったメロディーとベースを合わせていくという作業をしていきます。これがまあ、基本的なところかなという感じです。すごいこのソロギターに慣れていくとね、そんなこういちいちステップ踏んだりとかしなくても、とりあえずまあね、メロディーある程度下げればね、すぐにこうバーンと、もうステップ4号ぐらいまでいけるんですけれども、最初は慣れないうちは順番にメロディーを探って、ベースを探って合わせるっていう練習をやってみてくださいませ。慣れるとね、本当もうささっとできるんですけど、最初はなかなか苦しいかと思います。その日はまあ気合で乗り越える壁です。それでは次の動画でステップ4の、コードを混ぜる。
メロディーとベースを弾いて、その間のコードですね。この和音の音を混ぜる。この合間の隙間の音を混ぜる。そして、ステップ5、最終的なステップで、メロディーとベースとコードを同時に弾きながらも、ギターに適した運指に直していく。変換する練習をしていきます。ちょっと難しくなってくるんですけども、頑張ってついてきてくださいませ。それでは1本目の動画はここで終わりでございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。